本日のヒロインインタビュー、背番号9、田中美奈選手です。まずは2対0の勝利、おめでとうございます。ありがとうございます。見事な先制点でした。あの得点シーン、振り返ってみていかがですか？取られた後に、ゆいとモミだったりが取り返してくれてからのすごいいいボールが来たんで、本当当てるだけのゴールでした。8試合を終えて今シーズン4得点目でした。フォワードとして今シーズンの手応え、いかがでしょうか？いや、本当はフォワードとしてだったら本当もっと取んなきゃいけないんですけど、その中で今チームが勝ててるっていうのは、自分以外の選手が得点を取れてるっていうことがいいことだと思うし、それでもやっぱ自分が決めなきゃいけないと思うんで、そこは責任持ってやりたいなと思います。これで8試合を終えて暫定首位を守りました。今後の意気込み聞かせてください。いや、本当リーグ優勝するためには一つも引き分けもできない状況なんで、勝ち点3を絶対目標にして、その中でやっぱ自分がやるべきことをしっかりやっていきたいなと思います。田中美奈選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。